三輪地区で、高橋です。高橋、はい、わかりました。三輪小学校の児童が教室から避難を行います。走って避難していきますので、ご来場の皆様は、ぶつからないようご協力をお願いいたします。
令和元年度の三田市総合防災訓練を実施させていただきましたところ、土曜日の何かとお忙しい中、多くの市民の皆様をはじめ地元宮地区の各区自治会、自主防災組織、消防団の方々、また陸上自衛隊や三田警察署をはじめ多数の関係機関の皆さんのご参加を得て、長時間でありましたが無事に訓練を行うことができました。本当にありがとうございました。